はいよこんなからくりが。はい、乾杯。食い物やね。退職金は一生に一度だから、退職金ぐらいはあんまり高い税金をかけないでということになって、普通民間の会社の人は乾杯。はい、お疲れさん。税率を優遇してもらうんですけど、これはその度ごとにそれが優遇されている。なんかついてるよ。ついてる。うん、何を食べるか。これ食べるか。辛いやつやろう。これ辛くないよ。うん、見て。うまっ。辛い。辛くないって。辛い。どれ食べたいしたら。どれ食べる？これ。みんなどんどん天下りをやってた。でもその天下りによって、実はとんでもないことが起きているってことがみんなが分かるようになって、天下りをやめようということになった。2008年、防衛施設長の事件をきっかけに天下りに関する規制を強化。行きましょう。主に3つ。そういえば田中君さ、君の会社ホスト余ってないかな。ホストですか。お母さんが思ってたの。在職中に利害関係のある企業への給食活動は禁止。乾杯。乾杯。最後、久しぶりだな。高橋さんが抜けて大変ですよ。でさ、次の入札絶対取りたいんだよな。局長に頼んでもらえないかな。わかりました。離職後2年間は元の職場への働きかけ禁止。バカ。今は規制を強化していますが、天下りというのは年々増えてるんですもんね。はい、ちょっと言いましょうか。天下りはいけないって言って激減したんですよ。2008年の法律ができて、どっと減った後、規制はしてるわけなのに、なんでこんな徐々にまた逃げながら出てきてるんですか。はい、飲む。じゃあね。じゃあね。残念。もう一回。じゃあね。最終職等監視4人は非常勤。いつもいるわけではない。で、やっぱり事務局を含めても全部で20人ぐらいでチェックする。全部いじったね。ねえ。これまでに独自に違反と認定できたのは3件しかない。ね、これだから一応形上一応作ってますよ。乾杯。実はまだまだいっぱいそういう風にバックやってるんじゃないですか、ね。ということですよね。はで、まあ、じゃあさらには未然にそれはやめなさい。早く飲んでよ。うん、乾杯。こういうことになりましたって見て、うん、いいかな、いや、これいけないんじゃないっていうな。すごいな、ね。うん、だってこういうものをそもそも来てください。はい。公務員の皆さん方が作ってるわけでしょ。下れるなら下りたい人たちがいるからね。そこ厳しくするつもりはしちゃえ。まあ、こういうことをやりましょうという感じで。おっとっとっと。でも実際にそういうのを作っていくのは実際の役員の人たちですから。これ食べる？あた。辛い。辛くないよ。それは第三者の目で。じゃあちゃんと食べよう。できないもん。すいませんね、いただきます。それを変えてくれっていうふうには。それはまさに政治家なりこれからやらなければいけない。やってくれよ。誰かやってくれよじゃなくて、私たちが政治家にちゃんとやりなさいと言わなければいけない。で、天下りが問題だからといってこういう仕組みを作ったんだけど、ふと気がついたら私たちの目が行き届かないうちにこんな生ぬるいものになるんだよ。さらに天下りが減る。まーしょ。全員漏れなく2、3年で係長に。お箸は、さらに、課長にはお箸どこ、それでもお箸どこ、課長になれる。さらにこれが局長になります。同期が減るんですね。はで、やーって言ってどんどん辞めることができる。で、
でもそれによって実は組織の若返りができる。気を使う先輩も同期もいなければ遠慮なく下に命令ができる。組織の活性化にもなるのです。規制の強化でこの仕組みをやめたところではこんな問題も。今天下りがダメっていうことになって、どんどん天下りができなくなるんだし、そのままずっと残るようになっちゃって、はあ、でもこう出世する上のポストもないでしょ、ずっと同じぐらいのところでたらい回しみたいなことになったりして、しっかりこう仕事をやる気を失うとか、あるいは組織の若返りが起きないなんていう弊害もまた起きてきている。やすげえな、一緒だもん。そう、まあ、だから僕らが係りちゃうとしたらダメ。見えるかな、これ。見えるか、見える見えるかな、こっち見てる。ご飯？子会社の社長に。ご飯減ったの？だから公務員が能力を生かして再就職することは別に悪いことでもない。はい、じゃあパネラ。ね、あるいは自分の性格で再就職するっていうのはいいんですけど、はい、こういう形での天下りというのは問題なんじゃないの？公務員は税金を使って、そして公共事業など様々なものを発注することによって、その天下りの結果、弊害が出て、公共事業が高くなっちゃったりすると、私たちの税金が。の国、北朝鮮。おいしい。最近も日本海に向けてミサイルを発射したり、空っぽ？空っぽ？空っぽ？空っぽ。食べる？物騒なニュースばかりで危険な国というイメージを持ってしまいますが、ではいつからそんなイメージを持つようになったのか。親子まずは建国の父金日成国家主席の時代、この頃はどんな国だった。いいとか悪いとかそれも含めてよくわからない、なかなかニュースにならなかったってこともありましたね。タイムカメラってこっちだよ、丸い方だよ。日本は戦後の復興で大忙し、当時は特にニュースになることもない国だった。そんな中60年ほど前にこんなニュースが。子供の頃に映画館に行きました。週刊ニュース、ああそうそう、言われて、食べる、大勢の人がここに渡っていった。そうです。昔の北朝鮮は地上の楽園だった。日曜のアメトーーク2日スペシャル、中川家千鳥の参戦、アフタマングランプリ35億、さらにビールの自動ラインモバイル、こここんな集中じゃ疲れちゃう。そうそう、もっとリラックスして集中しないと。成功。成功。楽天モバイルが家族割引に圧倒的なコストパフォーマンスを。一人契約すると最大に。成功や。やったぜ。夫が入れば妻がタダに。エンドレスチャレンジ。楽天モバイル。うん、いいよ。大きいね。うん。昔の北朝鮮は地上の楽園だった。金
ムイルソン国家主席の時代、北朝鮮は日本にいた在日韓国朝鮮人、フィー君もう一本持ってくるぞ。この宣伝映像を流して、おお豊かになり、品物も豊かになる。完全な破壊から立ち上がったこの国で、今ではかつての植民地時代には到底考えられなかった。日本からの帰国者、新さんは語る。いただきます。はい、ついてもらっていいですか。食品が必要じゃないんだけど、待って待って、ないないない、ついて、こっちはちょうだい。違う違う違う、これこっちに出て。それでそれ以上また、うん、国家からその、はい、まあ、うむ奨学金までね、うむうむ社会主義支援というのがこれいいということはつくづく感じてるわけだ。ありがとう。はい。いっぱいいっぱい。よし、乾杯。よし、乾杯。これらの映像を見た多くの在日韓国人が祖国に帰っていったのです。めな。うん。北朝鮮が地上の楽園とアピールした裏には、実はある狙いがあったのではと言われている。北朝鮮はその直前まで朝鮮戦争、まあ、韓国と戦争してたわけですね。で、若い人が大勢死んでしまったわけですよ。の労働力不足に陥ってたんですね。でも一方で日本には大勢の朝鮮半島出身者がまだ残ってたわけですよ。ここに北朝鮮が目をつけたんですね。当時の北朝鮮は朝鮮戦争からの復興を目指していたため、多くの労働者が必要だったのです。その頃、日本で暮らしていた在日韓国朝鮮人の生活はというと、朝鮮人であるが故に強いられたどん底のその日暮らし。60万人及ぶ在日朝鮮人のうち11万人余りが北朝鮮への帰国に唯一の望みをかけているのだ。お父様も今死んだしね。子供は4、5年くれてね。あ、みんな食べちゃったの。食べたかったの。残るかなと。言えば残したのに。でも食べちゃったのって聞いたしょ、俺。行かしてくれたらもう。言ってたよ。食べたかったら、食べたいって言えば残したのに。日本にいて朝鮮半島出身ということで差別されてたり、こう就職がない人たちも大勢いたわけですね。おいしい、おいしい。帰れば働きがご飯終わり、大学まで行けるって言えば大勢の人が希望を持って向こうに行った。その時に地上の楽園だって大宣伝をしたんですよ。さらにこの時北朝鮮には乾杯した日本の新聞社が乾杯してちゃう。あれいいの？こちら、北朝鮮に帰るとです。暖かい宿舎や出迎え、ね、夢のような正月が終わる。おいしい。夢な。国はね、勝手な非公的な方法で宣伝を行う。梅。あ、では実際の北朝鮮は当時どんなだったのか。冷戦時代、東側の一員としてソ連などから多くの支援を受け、経済的には豊かだったと言われているのです。しかし、あるものがなかった。クリス、最後食べる？最後何なの？最後サバ。大丈夫か？お母さん、お母さん、お母さん、それもサバ大丈夫かな？食べる？よし、行こう。一日できる？できたらできたよ。おい、アムチョ、はい、ごちそうさまでした。